お待たせしました。さあ、2024年度慶応義塾大学理工学部の英語講評をやっていきたいと思います。いや、やっぱね、昔の優しかった理工はいなくなってしまいましたね。もちろん簡単な問題も入ってるんですけど、いや、やっぱ昔は考えられないぐらい難しくなったよ。もちろん、他の学部と比べたら優しいですよ。これが優しいんだもんね。はい、悲しいかなっていう感じでございます。で、まあ、会話とか、イディオムとかいろいろ出てるので、まあ、もしかしたら慶応の方にも役立つかもしれないし、早稲田の人科にも役立つかもしれないので、どこでこれが出てくるかわかんないんで、まあ、見ておいて損はないかなと思います。実際、同日に行われた早稲田の文化構想に出てたものもいくつも入ってますね。同じとこが問われてるものもありますし、僕、日本医科大の問題解いたんですけど、去年のね。いや、被ってるみたいなのが結構あったんで、全然違う学部でもやっぱ被るんですよ、難関大って。まずは会話行きましょう。役立つと思いますので、はい。はい。いつも日吉さんと八神さんが会話するんですけど。Wow, you're sight for sore eyes. ね。How long has it been? 6 months? って言ってますが、こうやってまあ驚いてるんで文脈でいけるかっていうのもなかなか難しいけど、まあさすがに6ヶ月でね、Recognize you とかそんな変わっちゃってるっていうのはありえないから、3だろうなっていうのは分かってほしいかな。I'm so happy to see you.ね、まあすごい嬉しい驚きみたいな時に表すんだけど、でもね、古い表現、まず言わないって今の人はって言ってたよ、ネイティブ聞いたら。使うって言ったら。若い人が言ったら驚くって言ってた。で、6 months, 1 week and 5 days to be exact とか言ってね、正確にはこうみたいな。さすが八神さんですね、細かい。で、but who's counting? これセットフレーズですね。そんな数どうでもいいよみたいな意味ですね。で、次は the green-eyed monster。 すごい、まあこれもイディオムだけど、まあ、ジェラシーですね。できた。次の reading too much into things ですね。まあ、深読みするってやつなんで、overanalyzing がまあ一番。ただ、そのネイティブは overintellectualizing ですね。知的に捉えるとかですか？知的に捉えすぎとか、これも近くね、だいぶ意味があって言ってたけど。で、次が rings a bell。His name rings a bell. これめちゃめちゃ有名ですね。His name sounds familiar. はい。Doesn't ring a bell とかもよく言うね。ああ、もう浮かばないみたいなね。はい。よく使う表現です。はい。続いて、空所補充ですね。そう。水矢神さんがついてからですね。Finally arrived in California. Don't get a なんとか of sleep on the plane. 寝れなかったですから、get the wink of sleep ですね。ちょっとも寝れなかったってことね。で、水矢神なんとか up on my suspicions.その疑い picked up on ですね。だからこれはそもそも動詞がさ選択肢少ないから行きやすいんじゃないですか。もう up とつながるっていうのがね。次が I felt like the third wheel ですね。これ steering wheel ハンドルっていう引っ掛けがあるね。third wheel っていうのがまあ3人目の車輪的なもので邪魔者的な感じだよね。気まずみたいなね。で situation is まあ形容詞だからまあ serious かな。humorous ではないよね状況はね。で、これだって、文化構想の穴埋め会話でさ、あったよね、serious。同じですよ。同じ答えじゃん。で、it might be time to pop the question ですね、question。で、I try to play the situation down ですね、play down。で、I can smell it a mile away。1マイル離れてても、匂うことができるっていうことからはっきりわかるってですね。で、次は good night's sleep があればいいんだけど、sleep がないんで good night's rest ってことですね。はい、できました。続いては、これはさ、何なのこれ、はい。知識問題ですね。はい。ブロックチェーン。ブロックチェーン is a technological foundation to a new way of conducting なんとか securing networks and recording the validity and the origin of data ですね。ブロックチェーンはビットコインだとかさ、仮想通貨とかさ、暗号通貨って言わなきゃいけないんだっけ、ね、そういうやつで聞くことがあると思いますけど、そう取引ですから、transactions。こんなのさ、他のやつが間違えて、って言えなくないみたいな、ね、文法語法上。See, cloud computing has become a scalable service and delivery なんとか in the modern IT infrastructure. インフラとかも知らない人いるけど、プラットフォームですね。はい。これもプラットフォームとしか言わないじゃん、日本でも。カタカナ語で使うから、それ知らないとわかんないじゃんね。次は、brain computing is developing new approaches to interface the brain with machines for なんとか the effects of neurological disease and injury ですね。インターフェース自体、さっきの選択肢にいたじゃん。その disease とか injury を弱めるわけですか、ミティゲートですよね。まあ、これはちょっとさっきまでとは違うよね。次、green metrics such as energy consumption and atmospheric なんとか are correlated with socio-economic impacts なんじゃこれみたいなやつですけど、atmospheric っていう大気って出てるから、あ、はいはい、エミッションズだろうなって分かってほしいかな。はい、専門用語、なかなか難しいね。はい。
で、次は和文訳ですね。故郷に絶えず引き戻される人もいるし、逆にそこにはもう戻ることができないと感じ続ける人もいる。これいろいろツイッターであげたらたくさん答え書いていただきました。ありがとうございます。皆さんいろいろやって。で、ディープエルとかで見てる人が多いのかな？なんか似た答えが多かったなと思って。drawn back to を使ってる人が結構多かったですね。こういうふうに、some と others の対比として、some are continually drawn back to their hometowns.While others continue to feel that they can never return there. みたいな感じで書いてる人が多かったかな。もちろん引き戻されるなんて分からなくてもいいですから、drawn back to ですね。もう、分からなければなんかもう attracted で逃げたりとかさ。ただもう、戻りたいとかっていうのでも逃げてもいいと思います。continually want to go back とか。そういうのでいいと思いますね。continue to feel は、まあ、keep feeling とかさ。そういう風に言い換えることもできるかな。そう、だから引き戻されるっていうのが分からなくても帰りたくなるんだっていう風に言い換えてやると、解きやすかったんじゃないかなと思いますね。drawn back to は知らんでしょ、受験生は。読解行きたいと思いますね。それぞれ言い換えを選んでいきましょう。まず最初がサーバーズ。ほら、サーブ出てたじゃないですか、文化構想に。また出てるよ。サーバーズ、collective inspiration for growth ですね。これとして役立つ、ね。これにつながる、contribute to。で、次がシェフトですね。はい、チェンジするわけですが、alter が正解。で、次は like me ですね。はい、自分のように似てるってこと、kin like。ね、はい、金っていうのも同族ですね、種類のカインドと同じ語源で。次難しいよね、consequences ですね。 consequences がどれだって言って reverberations ですね。 reverberations なんか知らんでしょ、影響だよねこれ、はい、まあインパクトとかに近いかな。次ターモイル、こんなんも飛んだね、コモーションでね、はい、これも暴動とか動乱とかですね。次は predominantly はしょっちゅう出てきます。はい。predominantly は mainly に変えるっていうのはもう何度も何度もいろんな大学が出題してる。integrative ですね。はい。integrative は難しい。統合するわけなんで、そこから総合的、全体的っていう holistic が言い換えになりますね。で、次が空所補充ですね。feel なんとか超えられないと並ぶんで overwhelming です。これ feel のさ、主語がさ、関係詞で前に出てきているのでね、難しかったと思いますね。次はまあ簡単でしょう。despair っていう名詞と並べるんだから hopelessness っていう名詞。その次が into a constructive one ですから、constructive の逆 destructive ですね。はい。これはよく総計クラスで言ってる。constructive と destructive、これ逆だっていうね。コンストラクション、デストラクション逆だっていう人知らない、コンストラクトの逆はデストロイだって知らない人が多いよっていうやつで、次はまあそうですね、ディヒューマナイゼーションとかよろしくないのと並ぶからマージナライゼーションをやられちゃうわけじゃん。次もインフェリオリティとかインコンプリートネスと並ぶんだからインアデクシーですね、はい、マイナスのものだってわかる。で、次は separate identity。この separate と並ぶから isolated ですね。まあ、この辺は文脈でいける問題でしたね。続いて、前置詞問題。across humanity ですね。はい、人間全体ですね。ほら、次出たよ。domination over じゃないですか。これだから力とオーバーが相性がいいってね、しょっちゅう言ってますね、これね。authority over とかさ、power over とかね。だから過去のやつ見ておいたらめっちゃ得なんですよ。似るんだよ、問われるところは。で、次が made rampant withthe internet's capacity ですね。まあこれによって普通だったら倍ですけどね、メイド来てるから受け身だからね、このね。だから倍かなって思ってみたらなくて、あ、じゃあウィズか、これによってっていう場合は。で、次が the draw of our attention or focus toward compelling states。 はい、これもね、 toward じゃなくて to が一番ね来るかなと思ったら draw だからね、 to と相性がいいんでですけど、 to もなければ on もいなかった。次が並べ替え、まず文があるから、そのちゃんと when 説入れてあげて、で human activity が主語、B 動詞は最大のヒントですから is ですね。で、is having devastating consequences for life ってやればこれでおしまいです。まあこれはそんな難しくない。で、次パンデミックを4つ選びなさいって言って、まあ1,2,5,8で合ってると思いますよ。はい。そもそも3,4,7はマイナスのことじゃないし、6は出てきてないよね。まあ間違ってたらうちのネイティブを怒ってください。次、ああ、この言い換えはなかなかいい問題だったね。get rid of は remove で簡単だけど、grounds とか知ってます？on the grounds、 それ基づくだから premise でね、前提で。次は susceptible to ですね、これもよく出てくるわけですよ。だからね、よく並べて伝えるんですけど、これね susceptible to or vulnerable to ですね。はい、これも思いっきり日本医科大の問題出てた。次 property 引っかかっちゃダメです。これちょうどね、高校のこないだの講習で話してきました。 property って言ったらどうせね、不動産が浮かんじゃうでしょ、それに引っかかっちゃダメだよ。 attribute ですね、 attribute が言い換えになるんだよって言ったやつです。特性ですよ。だアセットとかに引っかかっちゃいけない。
アドベントほら毎年出るって言ったでしょ。ほら毎年出てるじゃない、アドベントは必ず毎年出てくるからって言ったら、ね、また出てるじゃない。で普通だったらねアピアレンスとかがいるはずなんですけど、いませんでした。今回はドーンっていう言い換えだったんで、なかなか面白かった。次、フィデリティですね。こいつも狙われることがある単語ですね。フィデリティっていうのは忠誠とか忠実があるんで、だからディボーションに引っかかっちゃうんですよ。そうじゃなくて、その忠誠を誓うとかじゃなくて、忠実であるっていう意味なんで、アキュラシーが正解ですね。で、イラディケイティングですね。はい、どっかしちゃうわけですね。イラディケイト。だから、どっかすエクスティングイッシュ。で、オールオブピースですね。調和ってやつですけど、これ、でも聞いたネイティブは知らないって言ってた。こんな表現、まあコンセステントしかまあ合わないよね文脈でって言ってた。次 X はまあ隠語だというのは簡単で、後ろ動詞来てるから。で次が at best せいぜいってやつね。アートっていうのはこうだみたいなやつね。で内容に合わせるやつ、これさ基本は簡単なんだけど、今年はちょこっと悩むのもあったかもしれないなと思った。最初はまあミニマルシグニフィカンスですね。プラトンはそのアートっていうの重要だと思ってなかったんで、それに対してフィロソファーズがすごかったから、だからまあインコントラストだろう。でもネイティブはうーんって言ってたけどね。で、rule the public をまあ一応 righteously じゃないのっていう感じ。そう、正しくなんじゃない。そうだ、righteously がプラスの意味で多分使ってんだろうけど、だからネイティブスピーカーの感覚からすると、righteous ってマイナスの時しか基本使わない気がするって言ってたね。で、次はまあ hold だね。that's not hold。definition がその力を持つとかっていうと、それが続くっていうか、そういうのはもうない。まあこれはよく使う表現ですけど、まあ総計レベル。で、次は meaning of art を redefine ですね。新しく定義し直す。で、次が考慮する。だから take into account。で、recent times からその後、thereafter でね。まあこれは文脈じゃないとわかんない。その後、まあアートっていうものが忠実に再現するものじゃなくて、そこからこういろんなことを表現するものに変わった。ね、turned away from。今までのコンセプトですね。beauty とか imitation からこう、turned away from して、で、それっていうのは昔はエッセンシャルだと思われて。で、for one thing 一つに、ほら出たじゃん、for one thing めっちゃ出るって言ったでしょ？よく出題されるんですよ。はい、という感じですね。いや、これめちゃめちゃ役立つと思いますよ。いろんなとこで出題される表現がいっぱい。ぜひとも押さえておいてくださいね。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.